死を垣間見たことで天使を作り出した。それともやっぱり天使は未練から現世にとどまった。どっちにしろ二人とも人生を楽しめるような余裕はなかったのか。よし、面接行ってくる。検討に乗ります。おう。店長さん、店長さん、すいません、あの横の路地で起こった事件について聞きたいのですが、あのすいません。じゃあせー、89番ちょうだい。えい、89番。え、430円です。ちょうどです。ちょっといただきます。ありがとうございます。すいません。すいません、こんにちは。すいません、すいません、あの誰か。誰か僕のこと見えてる人いませんか？ただいま。弁当買ってきたぞ。どうした？思い出せないんです。もともと着ていた服を着てみたんですけど、まるで思い出せないんです。コウキさんは知ってたんですか？いや、その、なんとなく事情聴取の時に聞かされて知った。すまん。僕天使じゃなかったんですね。ただの人間。自殺した。こいつはいつだって俺の欲しい言葉をくれた。
なのに俺は今こいつになんて声をかければいいかわからない。すまん。泣いてんのか。悪かった。コウキさんは幽霊とか見えるタイプなんですか。何？何の話？急に怖いこと言うなよ。どうやら僕、コウキさん以外の人間からは見えてないみたいなんです。嘘。本当です。今日一日中表で通りかかる人全員に声かけましたが、皆さん無反応でした。え、ってことは傍から見たらこれまで俺ずっと一人で喋り続けてる痛いやつだったってこと？ええ、まあそういうことになりますね。ゾッホリでお前と外歩いてるといつもより視線感じになって思ったんだよ。僕を差し置いて一丁前にショックを受けないでいただきたいですね。なんだよ、泣いてると思って心配したのに意外と平気そうじゃん。もしかしてお前無理してないか？正直記憶がないので別の他人に起こった出来事のように感じているんです。その人は何を思って飛んだのかな。幽霊になるほどの未練をどうしたいんだろう。お前は天使だろ。ちょっと羽の生えてる幽霊ですか？やめろよ、俺幽霊嫌いなんだよ。天使にしてくれ。ああ、それかアリスさんが言ってたイマジナリーフレンドとか。それって子供が作る架空の存在だろ。俺もうおっさんだぞ。コウキさん友達いないし思わず作り出したのかなって。それは否定できんの？だとしたら僕はコウキさんの一部なんでしょうか。だから感情の伝達の優先度でコウキさんが一番なのかも。俺が持っていた別に死んでも構わないなんてのたまう死への欲望、いつだって欲しい言葉を返して感情を共有してくれる都合のいい架空の友達。死を垣間見たことで天使を作り出した。それともやっぱり天使は未練から現世にとどまった。どっちにしろ二人とも人生を楽しめるような余裕はなかったのか。よっしゃ。うっす。何の用や。事件のことを聞きたくて。なんや、やっぱあん時の記憶ないんか。妙に話噛み合えへんから変やと思ってん。詳しいこと知ってたら全部教えてくれ。こっちは仕事中や、バーカ。思い返したくもないわ。ひどい音聞こえて行ってみたらお前は喧嘩に負けて刺されて倒れてるし。負けたんじゃねえ、勝ったけど刺されたんだよ。それ負けて言うんやで。で、ああ、ほんでお前のすぐそばにどうなってんねんこれ。あ、救急車、救急車。あ、でもこれはもう
ダメだ。その飛び降りた子、近くに住んでる高階さんとこの一人息子で、ええとこ通ってたらしくてな。高階さんって誰だっけ。いつも夜遅く仕事帰りにタバコ買いに来てた、ほらあのやつれた感じのおじさん。ああ、あの人が。ただでさえ大変な状況やったのにこうも重なるとね。なんとか穏やかに暮らせるといいんやけどな。なあ、高階さんに会いてんだけど。店長さんから連絡いただいております。店ではどうも、突然押しかけてすいません。いいえ、暑い中わざわざありがとうございます。どうぞ中へ。お邪魔します。あの、これ。ありがとうございます。息子の件とはただの偶然のようですが、本当にそんなことってあるんですね。なんだかパッとしないおじさんですね。おい、よせ、変なこと言うの。なんかおっしゃいました。あ、いえ、何も。お菓子をいただいてよ。よかったね。落語お好きなんですね。ああ飲んでは息子に聞いてくれとせがんで、そのたんび渋い顔しつつも聞いてくれましたね。今から元気の出るお話をしてあげましょう。10人よれば気は問色などと、10人よれば気は問色などと申しますが、なんてまんじゅう怖いの枕なんですけど、下手の横好きでお恥ずかしい。あの、聞きたいことが。息子は遺書を残して飛び降りました。生前の息子は物静かで、いつも私のことを気にかけてくれました。一人でいるといろいろ抱え込んでしまうけど、息子がいてくれたおかげで私も。やっぱり僕は自殺して学生の残留思念のようです。その割に記憶がすっぽり抜けてることに関しては、この世に未練があるのかないのか。本当に全く思い出せないんです。けど高階さんが悲しんでる姿を見ると、すごく悲しいので、やっぱり僕はあの人の家族だったんでしょうね。え？
ああもうそんなに心配しなくても大丈夫ですって。まあ正直しんどいです。しんどいですが、流れ込んでくるあなたの気持ちのせいで落ち込んでる暇がないです。そうか、すまん。ありがたいってことですよ、コウキさん。あなたの存在が。ここは人目がありますよ。どうでもいいよ。開き直りですか。そういうところ好きですよ。